はいみなさんこんにちは元気なおじでーすさあマイクねこっちにつけておこうね便利だねーこれねはい今日のね i ビデオ情報に行きたいと思いますすでにねプラシロハさんねかみつきガメさんの情報でねご存知の方も多いと思います i ビデオねなんとサンマリオン z t ね3900円までねどん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 値上がっていったんだけど今ね3700円に あのちょっとだけ、ね、値段を戻しておりますでおじいもねそれねあの期間限定って聞いてねであ,のあでもね1日2日ぐらいしかないでしょでこういう YouTube の動画っていうのは動画を作ってアップしてでみんなが見てくれるのってだいあの1日2日ぐらいの間の方は結構早いんだけどその後にあのに見る方結構多いんだよねそうするとねキャンペーンがね終わった直後に見る方かなり多いんだよ。ね なのでね、おじいは前からそうなんだけど、あのー、本当にね短期間の <laughs> そういうあの売り出しみたいな、ね、シェールみたいなのってあんまりやんないよね最初のうちあのシャムリュのジェットってね、今だけーってやったけどあれ結構ね「あのやった!」っていうコメントも来るけど「もうねえよ」とか「ね、終わってるよ」とかね「残念」とかね結構多いんだよね。あの極端に安いわけじゃないからね。<laughs> <laughs> まあそんなわけでね、えー、ちょっとじっくりねたまには紹介しましょうね。はいえー、っとねまあ日本のページですこれはねあのいつものねまかないメニューになりますサンマリオンジェットティー使い放題ね。えー、今日池剣さんのね朝のライブ行ったらねもう最近アイビデオ浦島状態なんだよってね 無制限はシャマリオンだよね。したけどね。まあ、501も一生無制限なんだけど、あの無制限で借りてもね。100ギガが送られてくるんだよね。で、あの運が良ければ無制限が来るけどもまあ、文句文句を言えば無制限が来るっていうね。あの、ちょっとね。本当の無制限を手に入れるためにね。あの突破しなければならない壁があります <laughs>。 そういういことでね最初からこの3割のジェット機を借りてればね、まあ、なんだかんだ問題がないってね、まあ、そんな感じでございます。それでね、えー、と韓国の方のページをね、えー、同じく見てみましょう、はい。韓国の方では8月の28日まで、ね、あのこの超特化セールを延長いたしました。本当はここれね24日まででってことで 23日発表で2日間のセールだったからおじいを放置してたんだけどねまあ今度は28日までということでまあ若干今度ちょっと期間があるからねでどうしてまた28日過ぎたらねまたあの大好評に仕切ってまたどうせ延長するんだろうと思うけどねはい6ヶ月3600円6ヶ月まではねであの6ヶ月レンタルだと3600円だからね1ヶ月から5ヶ月までは3700円です で12ヶ月からは1ヶ月当たり3350円結構ねこの12ヶ月がねめちゃめちゃお得ですで24ヶ月まとめると1ヶ月当たり3200円で36ヶ月まとめると1ヶ月当たりね3000円で正真正銘の快適な無制限プランをレンタルすることができます 気になるのはね、えー、この日本のまかないプラン使い放題、ね、こちらの方も3千0 0円になってるけど、長期割引がどうなってるのかね、やっぱみんな気になるよね。はい、おじいがね、確認しました。ね、これね。あのー、これ、こうやってね、全部こうしてね、あの確認しました。まずいくよ、まとめてみるよ。ねえー、っとまずね、1か月目から、ね、5か月目までは、 単価が3700円になります。で6か月間まとめて、ね、カートに入れると2万1600円。これも、ね、韓国と同じ1か月当たり3600円ということになります。はい、12か月で申し込んでみると、はい、あのこのとおり4万200円。えっと、1か月当たり3350円の計算になります。そして24か月、ね、申し込むと7万6800円ということで。 まあ1ヶ月あたりり円になりますそして、そして、そして、はい、36ヶ月申し込むと、1ヶ月なんと3000円で、ね、借りることができます。レンタル費用は10万8000円に、消費税11万6640円、ねえー、新規登録すれば400円のクーポンが引いてね、えー、支払い金額が1万一0 0 0じゃあ11万二2 4 0円です、ね。もうあんまり聞いたことないような桁だね。 でこれにあの水,曜日水曜日以外だと事務手数料がかかってであの事務所に直接取りに行けない方はね、所料がまた500円、540円かかります。まあ、これがねあの、表メニューというか、表じゃないね、まかないメニューだね。日本のまかないメニューの3700円を長期割引で申し込んだ場合の価格になります。はい。てけてん。はい。ということで。 韓国の値段と同じそして韓国と同じ長期割引であの日本の賄いメニューからも買えますで韓国であの申し込みがもう慣れてる方はねあの韓国からの申し込みでもいいしあのちょっとハングル文字わかんないよっていうねで日本語翻訳して進めば日本語でできるんだけどもちょっとそれも面倒だよっていう方はね日本のまかないメニューから申し込んでみてはいかがでしょうか。ね まあなんだかんだ言いながらね、501HW、リンク速度はあのサマリオン z t よりもまあちょっと弱い。パソコンにつなげた場合、マリオン z t は 220MB です。501HW は 150MB です。で、o いが同じ条件で使ってみても、やっぱ1日で使える量がね、かなり差が出てきます、ここでね。なので,で、あとは 3G とは要するよね、マリオン z t はね。 まあその分使いいいい勝手がいいじゃないかなかとで501はあのワンシーを見ることができるんだけどまあ実際にねあんまり役に立たないよ、うん、まともに見れないと思った方がいいよこれねで余分なものが積んでるから電波がね不安定だよねあの電波が43じゃない4210ってねで2 4 2 1 2 1, 2 1 0 2 4四 <laughs> こうなるからね結構ねふらつくからね、まあ、気になる人は気になる気にならない人は気にならない、ねまあ、そんな感じじゃないでしょうかね、はいえー、っと10分未満だけどもねシャクシャクっと紹介でした、ね、あのスマホで見てる方はこの動画のタイトルをクリックしてくれれば動画の説明ページがピローンってこう出てくるんでねあのおすすめ動画の下に並んでるのがパンって説明動画になるんでねそこにリンクがありますたまにいるんだよ おじいどこで借りれるのってね、リンクはどこでしかしてね、あのー動画の説明欄を見てください。タイトルをクリックすれば出てきます。はい、そんなわけで、おじいでした。またねバイバイピョピョー